はい、皆さんこんにちは。サーリーの河野玄斗です。ここです。玄君、この前、中国のガオカを受けたじゃん。あ、中国版共通テストね。あれ難しかったね。玄君やったら、他の国のそういう大学入試もいるんじゃないかなって思って、うん、今回は、うん、韓国のスンムンを受けていただきます。多分きついよ。中国は漢字やん。うん、なんとなくわかんない。うん、韓国語は、ハングル文字なんです。はい。いや、昔韓国語の検定取ってたと思うんで。もう昔って言ってるからね。はるか昔よ。ハングル文字って、子音と母音で構成されてるから、ひらがなに近いね。なんだけど、音は分かっても、意味が分かんないんだよね。まあでも、数学であれば、元気なら解けるんじゃないかなと。ちょっとやってみないと分かんないな。そのスヌンの数学って、キラー問題っていう問題が出題されるんです。キラー問題なんか不穏じゃない？受験生を殺すための問題なんです。なるほど。超難問ってことね。だって韓国ってさ、なんなら日本よりも受験競争が激化してるみたいな。その中での超難問ってことか。え、それもだからハングル文字で解くってこと？そういうことです。日本語でも解けるかわかんないわけでしょ。2023年のそのスヌンから、キラー問題と言われる問題をいくつかピックアップしてきたんで、あ、キラー問題1問じゃないんだ。あ、1問じゃないですね。各単元のもう最後の1、2問とかが正答率が激低で。どれぐらいなの？ 3% とか。3%？ 共通テストで正答率 3% の数学の問題なんてないからね。それを、だから韓国語で俺が解くんだよね。まあ、相当な縛りプレイだけど、日本人代表として頑張ります。では早速、1問目の問題です。はい。正答率 15% か。はい。文字なし共通テストだ。fx の関数が与えられてて、fx=t っていうのがあって、gt が何か。4n。まあ、n の範囲を求めようなんだろうね。で、fx=t なわけだから、まあ、定数分離形で実数解の個数が4個となる。的な何かなのかな。正答率 15% なんでしょう。余裕でしょ。さすがに。x が正と負の場合、それぞれに分けてグラフが書けるのね。まず x が負の部分と x が0以上の部分で折り返す場所はなきゃいけないんだよね。x=0 をそれぞれ代入した 9-n が正じゃなきゃいけないのか。2-n が負じゃなきゃいけないのか。n が2から9の間だったら fx=t の実数解の個数が4個になり得るということか。分かったわ。だからこの gt ってやつが fx=t の実数解の個数で、この gt が4になり得るような n の値の範囲を求めようっていう問題だな。ということで、2小なり n 小なり9だね。そちら、残念ですね。この意味は、和合計という意味なんですね。だから3+4+5+6+7+8 ってことか。33だ。正解です。なるほどね。いや、これはね、いや、しょうがないよ。ちなみに言うと。最初の答えも合ってるも同然だから。ここまで関数出てたら、空気読めるわ。本命になる。よし。お、数3じゃん。数式多いからいけそうだな。ABC があって、fx がこのように与えられてますよと。で、2つの条件を満たすわけだよね。gx があって、p+9 の値を求めようか。 gx は何者っていう。まあ、とりあえず fx を片付けるか。f log2 が0。ということは、e の log2 乗が2っていうのをちゃんと分かってますかっていう問題だから、これ、4a+2b+c イコール0っていうのが2つ目の条件から出てきて、1つ目の条件からすると、まあ、x をマイナス無限に飛ばしてるわけだから、e の x 乗の項が0になるんだよね。e の x 乗分の c+6 の部分が無限大に発散しちゃうから、c+6=0 が必要。だから c=−6。B が1になるのか。ということで、4a たす 2b たす c が0っていう条件から a が分かって、e の 2x 乗たす e の x 乗マイナス6ということが分かりました。問題の gx が何者かか。分かったぞ、これ。逆関数だ。gx を積分するわけじゃん。ログ2が出てくるわけよ。e の x 乗の逆関数が出てきてるわけじゃん。gx は fx の逆関数ですね。これいい問題だね。その逆関数がその元々の関数に対して y=x に関して対称っていうことをまず使うのよ。2ログ2がここの工程になるから、全体の長方形28ログ2からログ2から2ログ2まで積分したもの、これが答えだな。ということでマイナス8たす34ログ2になるから p たす q は26だ。26問題正解です。え、いけるな。韓国の受験生たちが悲鳴を上げますよね。これまだ正答率 13% だから2桁もいるんだよ。ここからぐっと正答率下がるんで、はい、13% からぐっと下がるの。はい、続きましては、正答率 5% の問題です。うわー、こっからだなあ。でも数式はあるね。1ってなんだこれ。1が浮いてるの意味わかんなくない？で、以下の条件を満たしてるっていうことなんだろうな。多分 F4 を求めようっていう問題なんだよね、きっと。GX の何が2分の5かによってだいぶ変わってくるな。ついにハングル解読始まるかって感じだね。本当は最初からそのつもりだったんだけど。そっか。ちょっと待ってよ。お、FX の前のね、2つ2文字。これ関数なのよ。だってさっき解いた2問の fx の前どっちにも同じ文字があるから、これ置き字なのよ、漢文的には。だけど結構大事なのかなと思って。あ、横座標大なりマイナス2ってさっき言ったじゃん。大うで大なりなのよ。だから今回の小うの部分は小なりなのよ。関数だと思う。なるほど。とするとこれ関数に条件を加わってて、連続関数とかなのかな。微分の話があるから、まあ、この式微分係数の式っぽいから x-1 分の fx-f1 ってやつが f'gx と x=1 の点と x=x の点の平均変化率が f'gx で表せるよっていうことなんだよね。いや、何の進展も生まれないな。煮詰まりましたね。いやー、なんか今までの問題に同じ単語が含まれてるのないかなーって調べてんだけど、ないんだよね。類推だけでは難しいよね。ちょっとだけヒント。さすがにハングルだけだと厳しいわ、 5% の問題は。はい、1個間違えてるところがあります。なるほど、連続関数か。絶対こちらはですね、3次関数。 3? え、だって3次関数だったらさ、3って出てきそうじゃない？数字を表すときに、関数詞と固有数詞っていう。関数詞、韓国検定受けたんだけどな。数字が伴う単位とかによってその使い分けがあって、てか3次関数だったらだいぶ話変わってくるわ。だとして3次関数だとしてだよ、1ってなんだ？最高次の係数が1とかかな。 gx の何が2分の5なんだ？ gx の何が2分の5なんだ？うわー、合ってるかなこれ。これ解読できたかもしれない。21番の4の前、gt の最大値が4っていうことじゃん。2文字目と4文字目が違うだけなんだよ、2分の5の手前が。最なんとか値のなんとかの部分だけが違うってことで最小値なんじゃないかっていう予想をしている。 gx の最小値が2分の5だと思って一旦計算してみるわ。あ、分かったわ。全部分かった。 gx の最小値が2分の5ということから何が分かるかというと f'2 分の5って要は x イコール2分の5での接線なわけよ。それが x イコール1の点を通ってればそこが実際に最小になりうるんだよね。つまり fx っていうのは x-1×x-2 分の5の2乗プラス直線の方程式 ax プラス b っていう風に表せるっていうことか。これだいぶ進展あるわ。で b の値すぐ確定するもんな。あーなるほどね。 x イコール1における接線の傾きと等しい傾きの部分が g1 なわけだから変極点に対して x イコール1と対称な部分が g1 なのか。で変極点は2回微分すると 6x の12イコール0だから g1 が3っていうことが分かるのかな。だから F4 はあとは計算すればよくて13か13かな、うん、回ってるかな。はい。13?13 なるほど。いやこれどうだろう。この問題正解です。およかった。正答率 5%。 日本語で書かれてても難しいわ。このね2つ目の条件の gx の最小値が2分の5、これのね図形的解釈が難しかったね。いやでも3次関数っていうのはちょっと難しいわけど最小値を解読したのは褒めてほしい。あと地味に最高時の係数が1っていうのを当ててるのすごくない？3次関数の「じ」と同じやつがあるのよ。まあ最高時の係数が1ってことかなって推測したけど無事つけましたね。最後にラスボス5% より低いの。正答率 3% の問題を。うわ3%!2023 年のスヌンの数学で最も正答率の低かった問題です。うわースヌンって二次試験あるの？ですね、基本韓国二次試験ないみたいな。ああだからか、まあ、二次試験がない分共通テストでめちゃめちゃ難しい問題も出るってことか。解読します。多分 x なんとか10何の集合だ x。 はい分かったわ絶対。 x は10以下の自然数です。最初に解いた問題のさ n の前に3文字あるやん。これ多分自然数なのよ。これと全く同じやつが10の右側の方にあるんだよ。っていうことはこれが以下のなんだろうね。10以下の自然数写像を考えるんだ。 x から x に移す写像を考えますと。で1つ目の条件が9以下のだ。以下のが全く同じ形。9以下の x について22番の1つ目の条件に同じ漢字あるのよ。任意の x についてみたいなことなんだよ。9以下の任意の自然数 x についてこれが成り立つだ。で x が1以上5以下の時は fx は x 以下ですよと。6以上10以下については fx は x 以上ですよ。で f6 が f5 プラス6。こういう写像の個数を求めようってことなのかな多分。だから12345678910を写像として対応させますと。矢印交差しないで5以下の数字に関しては自分より若い数字に、6以上の数字に対しては自分より後ろの数字に対応させなきゃいけない。で F6 が F5 プラス6、この条件を満たしてればいいと。まあ F5F6 の組み合わせとしては17283940の4パターンもあるわけだよね。もうこれ数え上げるか。とりあえず数え上げたんだけど F5F6 の組み合わせが17の場合が1428の場合が36になって、で対称性より3940の場合も3614ってなるから100ぴったりなんじゃないかな。数えミス誘発してそうな問題だな。一旦ちょっと数え直すわ。いやー合ってそうな気がするな。てかこれで間違ってたらもう3% って感じだわ。まあいいか、100だ、100。100ですね。はい、正答率 3% の問題、正解です。よかったー、楽しかったね。いやまずね、問題文がわかる、読めるぞって思って、これすごいテンション上がったね。スンのさ、制限時間ってどれぐらいなの？ 30 問。うんうんうん、30問で100分。あ、1問3分ちょいなんだ。あ、だとしたら結構厳しいわ。普通に前半の問題さばいていく中で最後の問題まで手回んないのかもね。問題として面白かったわ。全体通して、まあキラー問題しか解いてないけどね。満点でしたね。日本代表としての威厳を保ってたね。また韓国の受験生が、韓国の受験生はそういうプレッシャーの中、俺はハングルを読めない中、やっぱ条件違うわけよ。やっぱり一概には比べられないね。はい、ということで今回は韓国版の共通テストスヌンを解いてきたんですけど、今後こういう問題解いてほしいよっていうのありましたら、ぜひコメント欄の方で教えてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。